はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、バトルマスター、使ったことあると思うんですけども、その時の装備、何をつけてましたか？俺は基本的に二刀流で言ってるんだけども、実際これが正解なのかどうか、わからないですよね。今日は、武器、何が一番いいのかを検証してみたいと思います。まずはですね、片手剣ですね。片手剣を2つつけてます。攻撃力が719ですね。もちろんスキルパネルは片手剣を、埋めております。719の、片手剣。これがどれぐらいのダメージを出せるのか測ってみましょう。まあ、これと同じく、ハンマー、そして体験、最後に素手ですね。で、どれがダメージ出せるのか、見ていきましょう。叩くのは煉獄天魔にしようかな。煉獄天魔を叩いてダメージを測ってみましょう。それでは、行ってみましょうか。ああ、そっか、フーラが先に動くけども、何も入れずに行きましょう。バフは何もついてませんね。で、煉獄天魔はドラゴンでもないし、物質でもないので、キラー攻撃は無効になってますね。では、天下無双行きましょう。あ、会心の一撃はなしで見ていきますね。では、天下無双、どうだ ?1898。1900か。おー、なかなかのダメージやね。なかなかのダメージ。もうこれなんか1位が決まったような感じがするけども。はい。では次、ハンマーで叩いてみましょうか。どれぐらい変わるんだろうね。それでは次はハンマーですね。攻撃力が766。あ、剣よりもハンマーの方が、攻撃力だいぶ高いな。ハンマーの方が高いみたいですね。スキルパネルは、埋めております。はい。これで、行ってみましょう。ハンマーの方が攻撃力高いか。どうなるでしょうね。それでは、ハンマー行きましょう。同じく、バフは何も入ってない状態ですね。あ、ハンマーは、なるほどね。素早さが上がらないってことか。剣よりも。なるほどね。オッケーです。では、天下無双、いきます。まあ、また言いますけども、会心はなしですね。いけ。あー、会心が出た。会心2回出た。ちょっと待って。ちょっと待って。もう1回測り直しましょう。2回出た。珍しいな。いきます。どうだ ?1939。あ、若干だけども、片手剣よりもダメージが上ですね。若干だけども、ハンマーの方が強いっぽいね。まあ、確かに攻撃力がハンマーの方が、50近く上だったもんね。そうか。ハンマーの方が上なんかい。では次は、体験ですね。体験で測ってみましょう。それでは、次は体験ですね。攻撃力が785。まあもちろんのこと、攻撃力は高いですね。で、スキルパネルも全部埋めてます。いや、でもね、片手剣は1回攻撃回数が多いんだよね。なので、体験はどうなんだろう。なんか低くなる気もするんですけどね。次は体験。どんな感じになるんでしょうか。もちろん会心はなしですね。で、バフは何もついておりません。まあ見た目としては結構体験がね好きなんですよね。やっぱベルセルクよく読むんで、もう30回ぐらい読み直してるけどね。ベルセルク好きなんで体験が好きなんですよ。いけ。どんぐらいいく。あー、会心が出ましたね。会心が出たので、ちょっとやり直しです。いやー、でもなんかダメージが低かった気がするなー。
んか低かった気はする。いきます。1740。あ、やっぱりだな、一発少ないのでダメージはちょっとやっぱ低いのか。やっぱ攻撃力は高いんだけどね、高いんだけども、一発撃てないっていうのがでかい。今のところ体験が一番低めですね。では最後これどうなんだろうな、素手ですね、素手いってみましょう。では最後は素手ですね。攻撃力意外と高くって680ですね。素手だったらあれだもんね、攻撃力の、パネルでの上がり幅が半端じゃないんだよね。はい、素手に入れております。さすがに素手はないんじゃないの。いきます、素手いってみましょうか。さすがにないとは思うんだけどね。でそもそも天下無双打てるかどうかよ。素手で打てるの？あ、打てるんかい。できるんだ。いやーどうだろうね、素手で行ってみます。あ、会心が出た、会心2回出た。あ、いやでも会心2回出て2300か。あ、いやこれはそこそこだぞ。ハンマーの時は2700ぐらいいたからね、2回会心が出て。あー、どうだろうね。まあ一番最後の攻撃が会心の時はちょっとダメージ低めなんでちょっとわかんないですね。いきましょう、会心出るなよ。1586。あー、なるほどね、そうだろうね。はい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 、やっぱ素手は眉で使った方がいいのか、バトマスにはそこまで向いてないっぽいね。でもまあまあ十分なダメージは出せるんだけどね。うん、まあ武器を揃えなくていいのでお得な感じはするけどね。でもやっぱり武器をつけた方が良さそうですね。はい、ということで戻ってきました。今日はバトルマスターの武器は何がいいのか、一応検証してみました。結果発表です。まず一番良くなかったのは素手です。素手、ダメージが1586、一番低かったですね。で次にダメージ低かったのが体験、1740です。で次に低いのが、両手剣ですね、両手に片手剣、これが1898で、最後一番良かったのはハンマー1939となってます。まあこれが、天下無双をした時のダメージですね。他ではまた違うと思うんですけども、確かバトルマスターの一番強いダメージが出せるのは天下無双だよね。間違いない、ないですよね。うん。なので、この感じになりました。いやー、でもね、多分誤差はあるんですよ。誤差はあるので、おそらく、剣とハンマーはそこまで変わりはないと思うんですけども、うん。まあ、今回はハンマーの方が強いという風になりました。まあ、そうだね。剣は、ドラゴン特攻。そして、ハンマーは物理系特攻だね。で、体験が、あ、体験も同じくドラゴン特攻か。なので、まあ、相手にもよると思うんですけどね。はい。まあ、今日の結果、こんな感じでした。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。